かなりかずゆきは、日本の競輪選手。福島県いわき市出身。日本競輪学校第88期卒業。日本競輪選手会福島支部所属。師匠は、渡辺正則。初出走は2003年7月5日の、いわき平競輪場で、初勝利も、同レース。練習地は、いわき平競輪場。茨城県立高萩高等学校在学中は、 ラグビーを行っていたが、卒業後に、競輪選手を目指して、日本競輪学校を受験し合格。自転車競技歴は短かったか、競合揃いの88期に、あって、トップの在校成績を収めたことから、注目されるようになる。デビュー後しばらくは伸び悩んだものの、2005年8月には、S q への特進を果たし上位定着へのきっかけを、掴んだが、 同年のヤンググランプリ出場権利獲得には間に合わなかった。しかし2006年には高松の宮記念杯など特別競輪への出場を先に果たすと遅れてきた福島88期の競合と評されるまでになった。そしてラストチャンスとして出場を果たした同年のヤンググランプリでは同県同期の渡辺一世の先行に乗り後方から猛追してきた。 佐藤智和を抑えて優勝する。この時の優勝インタビューでは、第一声でファンに対し、どんなもんじゃいと絶叫し話題になった。特に先方はこだわらず自在で戦うスタイルだが、自ら動く時など4.00などの大きいギアを使用することが多い。名を追い込みに回った時の牽制で、タイミングの把握をしきれずに、落ち者や失格をしてしまうことが多く。 出走回数が少なくなる状況を招いてしまう傾向が見受けられる。ありがとうございます。